い、どうもピョンキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、グリムズスカイバウンドシャトーかっこトロールということで、クッパの空の住居っていう意味になるんじゃないんでしょうか。そして可愛いことに皆さん見てもらっていいですか。説明文にですね、バウザーファミリーロストイットって書いてるんですよ。クッパの家族がいなくなった、そしてクッパは空からロールということは、空からバカ野郎と言ってるわけなんですよ。もう僕はこのサムネだけで癒されましたね。だがしかし、マリオはクッパを倒すという宿命を持っているので、この世からクッパファミリーを殲滅させに行こうじゃありませんか。なんだこのちょっとした茶番は。それじゃあやっていきますか。まあ、今日開幕殺しは何もなさそうだね。一旦このハテナを取って、あ、一気アップ、優しい。開幕一気アップだなんてなかなか見ないな。それじゃあまずこの扉に入っていくっていう感じだね。そしてここはピンコインコースかな。え、これトロールコースだよね。うわ、なんかあんまり見ない感じのトロールコースだよね。そしてこのままタイミングよく上に行って右に行け、多分これでいいんじゃない。あいや、好きだよこういうの。こういう派手なギミックってさ、見てる方も楽しくない。じゃあここは早くちくわブロックに乗れと。早い。もう分かったよ。最初に左のちくわに乗っておかなくちゃいけないね。そして砲台を右にやれと。そしたら進めるっていう感じだね。すげえ、今からクリスマスパーティーでも始まるかのような装飾だね。そしてここは左にダッシュ、そしてドアに入る。違うか、でもまだやり直し聞くんじゃないの。なんでよ。うわ、どの辺にオープンブロック隠してたっけ。もう適当にジャンプしてっていいから、この辺。これドアに入れないじゃん。え、ここは、あ、多分この先ぐらいだね。たださ、あのドア、いや、もう一回ドアに入れっていう感じなんかな。あの左のドア行けないよね、だって熱っ。上から行ってもさ、このドアの下に降りれんじゃんね。ちゅうことはさ、いや、下からはね、やっぱバネがあるから行けないもんな。一旦この砲台を戻してみよっか。戻したらなんかヒントがあるかもしんない。なるほど、これで先に進めるっていうことか。あったい。よし。さあクッパよ、まだまだ派手なギミックを見せてくれ。僕は待ってるぞ。上のフラワーは絶対いらないよね。あれはわざと信じて、このステーキブロックに乗る。そして何もしない。これは何もないのか。あ、でも結果熱かったね。それじゃあこのスネークブロックに乗ったら、あのバブルにさえ気をつけよう。そしてこの上に行く、熱すぎ。そしてここは左に行っていいのか、頼む。よっしゃ、このあっあっそれじゃあここはピンコインを取った瞬間すぐ土管に入る。これで合ってるね。それじゃあ進んでいきますか。ここはドクロリフトを乗って、こいつは叩かない方がいい。絶対そうだろ。このコースはキノコも敵キャラか。それじゃあ次こそあのキノコのオープン攻撃避けたいと思います。一番前の方に置いておこう。そしたら避けれるでしょう。あのキノコ絶対いるやつだ。一番右だけ貫通したもん。うわ、やっぱりね、この熱波植物。ここは一番右、一番右でキノコが取れるはずなんだ。頼む。よっしゃ、これで先に進めるっていう感じだね。さあ、熱波植物よ、毒がいい。また何か新しいとんでもないギミックを用意してんじゃないだろうな。あっ、熱すぎ。待ってよ。よしよしよし。いや、あれに乗っていかないけなかったんじゃないの。上に行ったらダメだよね、きっと。それじゃあこの場所は一番左に追っておいて、その後何もしなくていい。そしたらリュートが右まで連れてってくれると思うんだよね。さあ行きますか。この右側の方は怪しくない。僕の長年の経験からするとこれは落ちる。そしてどっかに中間ポイントがあるみたいな。いや違うんだって、これはボミス。てっきりさ、この画面のどこかに中間ポイントがあると思ったんだけど、意外となかったね。それじゃあ先に進んでってみよっか。この先から中間ポイント、あ、ここにあるんだね。そして今回は、あ、行き道一つしかないよ。一旦ここでピンクコインもらって、多分出口の方にもう一個ピンクコインがあるみたいな、そんな感じだと思うんですよ。あれ、頼むって、もうちょっと上に行ってよ。それじゃあここは扉から出た瞬間すぐ上にジャンプ。それで先に進めるって。よ、それじゃあ右か、右の方に行けばよかったのか。そうだろ、だからなんでよ。じゃあ左行ってみようか。左だったんだ。
違うの、勢いをつけろってことかな。じゃあここで勢いつけていってみるよ。思いっきり勢いをつけて。邪魔なんだよバネ。ここはもうすぐ行きたいと思います。勢いつけてすぐ右。よしこれで滑るっていう感じだね。そしてここはさ、この場所で取らなきゃ下に落ちる、そういう感じだと思うんですよね。そしてこっからどうするかなんだけど、上まあこうなると思ってました。ここは走ってジャンプしてこのキノコを取れ、そういう感じだと。右じゃない。いやなかなかやるね、これ右と思いきや左に行かせるなんてね。それじゃあ左で大丈夫っていうことでしょ。ここは何もしないでいい。大体さ、ああいう攻撃してくるやつって何もしないでいいんだよな。今何が起きた、僕は夢でも見ていたんでしょうかじゃあここは何もしないで右に行けっていう感じだね。そしてここは左に渡れ、それであってる。あっ、何の邪魔してくんだこのバレ野郎が。いやマジで巧みだねここ。じゃあ一旦下に降りよっか。下に降りてバネを落とした後にもう一回行けと、そういう感じだね。そしてここどうしよう、一旦引っかかってやるか。絶対こっち不正解でしょ。そしてこのまま大丈夫、いけるよ。そして右、はなんだよあのデブ。じゃあ一旦しゃがみジャンプでオンを変えてここでジャンプそれじゃあ進んでいきましょう。ここなんでよ落ちるしかないやんこれ。そういうやつやんかここピンコインが少ないからといって油断しちゃダメだね。一個一個がめちゃくちゃ濃いよ。それじゃあここは30コインの絶対ダメだよね気になる。頼む正解で合ってて。いるわけねえだろ、俺はバカか。皆さんすいませんね、僕のガサボで耳を汚してしまって。たまには普通の実況もやっていこうかなとそう思っております。これでみんなの耳が汚れることはないでしょう。さあこのドス一旦走っていくよ。走っててそこで中間そこにゴールがあるのね。いやでも中間取ってるからさ、ゴールできるんじゃない。うわできねえ。これさっきさ、キノコ状態のまんまだったらゴールできてたのかな。これ僕の一発マリオテクニックじゃいけない。ちょっと試してみていいかないや違うんだって。いやちょっともう一回試してみるよ。集中していきたいと思います。無理やね、左のゴールはね、後で中間2を取らないでゴールできるか試していきたいと思います。さあ、あ、え、これ最初の場所じゃないの。うわ絶対そうだよね、さっきと違うパターンかな。でもここピンコイン用コースだからさ、さっきの鍵の場所まで戻れっていう感じだと思うんですよ。ほらちょっと違うでしょ。これでスムーズに進ませてくれるっていうわけなんじゃないですかね。それかさっきと違うのかどうなんだ。まあ、なんかさっきと一緒っぽいね。多分あの鍵の場所までスムーズに行けるんじゃないかなさっきと違うやんか。いやてっきり鍵のあの場所まで一緒と思ってさ、無言で集中してやってたよ。わ、ここは上から行け。あっ、え、これ行けなかったよね。どうせもう一回土管に入り直し聞くかな。一旦入り直していい。それか、わかった、ここブラパン落とせっていう感じじゃないの。落ちないじゃねえか。それじゃあここは下に行ったらいけないってことは上に行けっていうことなんじゃないかな。そうしてブラパンが左に来るでしょ。そんで鍵ドアに入る必要があるのかなって思うんですけどね。もう一回このまま先に行けば。あ、もう邪魔すんなっつってんだろそれじゃあここはピリオンがなくなるまで上に置いておこう。そして先にバネを出させておいて土管に入る。でこの先が鍵扉だったじゃん。これ右行ってもゴール。あ、右行けっぽいね左に行くしかないのか。それじゃあ鍵取って、はっ、いや鍵を手に入れてる。なんか入れたんだよね今。さあ進んでいきましょう。ここはゴールへの道なんじゃないんですか。あれがグリムなのかな。あれどういうことだろう。あの扉に入れっていうことなんかな。あの右上の扉ってもうすぐだよね。一旦この扉入って僕が入ればもうゴールができるみたいな、そんな感じじゃないんですか。頼む、やった来た。どうなるのこっから。カモン、よし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 、さあゴールよ頼む。これが待てよー
いや、ここで隠しブロックはずるいって。どこ隠しブロックないの？こっから右？なるほど。左の30コインの方はダメだったっていうわけで、それじゃあこの扉の先にゴールがあると思うんです。待って、キノコ、よっしゃ、これでゴールできるでしょ。あっつー、悔しい、あと一歩だったのに。ドッグン、ドッグン、ドッグン、ドッグン。さあ、戻ってまいりました。これでゴールができると思うんですよ。このキノコを取って、あの上の山なりにジャンプしてったら大丈夫。やったどうもありがとうございました。はい、ということでですね、一旦振り出しから戻って第2チェックポイントを取る前にゴールできるのか検証していきたいと思います。はい、それじゃあ戻ってきたんですけど、こっから第2中間を取る前に3匹目のドッスンのところにいればゴールできるんでしょうか。やられて、いや、諦めないよ。次は2体目と3体目のドッスンの間をすり抜けていく。落ちて、いや、右に行くから落ちれないのか。などだってやってやるさ。次は赤のブロックのところまで行ってみようか。そしてすぐ左に行けば。検証結果、無理でした。てへっ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。なんですかね、これ。まあまあ、タグにですね、一発ネタって書いてるから一発マリオっていう部類にしといてください。そして説明文、癖で X ボタンを押してしまうんだよな。いや、わかる、わかるよ、ベテルギウスさん。僕だけじゃないと思うんですよ。マリオメーカーをやってる人って常にダッシュボタンを押し続けてプレイしてると思うんですよね。そのダッシュボタン禁止での壁キックコース、ぜひやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.68%。 あ、間違えた。消すとこあった。私はマリメ滞在司教、絶叫担当、ピオキングロマネコンティです。実にいい、実にいいぞ、この体は。ダッシュボタンを押さないだけで。あすいません、今ドアに入るの忘れてました。狂ったやつって思われるのもあれなんで補足していいですか。今のはですね、ゼロから始める異世界生活っていうアニメに出てくるベテルギウス・ロマネコンティっていうキャラクターを真似したつもりなんですよ。狂ったやつなんですよ。あんくらいぐらい、もうかなり狂ってる。あ、大河ですよ。いや、ちゃんと実況しよう。さっきから全然ちゃんとした実況してないぞ。家族で見てる方いらっしゃいますから、お父さん、お母さん、そしてお子さんとみんなで見てる方もいらっしゃるんですから、ちゃんとしないと僕嫌われちゃうよ。じゃあここはさ、スピンジャンプさっきしてしまったけど、ヒップ耐久で先に進めるっていう感じだと思うんですよ。そして先には何がある、矢印が書いてるな。この矢印信用していいのか。よしよしよし。さあ、もうすぐゴールなんじゃないの。そしてここは確かにダッシュボタンを押したら P スイッチ持ってしまうからね、ダッシュボタンを押さないでいきたいと思います。こういう感じでしょ。そしてこのまま、うわ、むずっけ。これダッシュボタンを押せないから距離がシビアになるんだね。そして僕気づいたことがあるんですよ。この P スイッチの上さ、ドアがあったけど、このドア入らなくてもいいんじゃない、上から行けるみたいな。ツルルートを発見することができました。まあ、ここはいいんだよな。このね、ヒップ耐久は全然簡単なんだけど、この先、あ、待って待って、 P スイッチ、ギャー。いや、違うんだって。僕ですね、あんなに意味わからないことばっかり喋りながらやるからボンミスが多いんですよ。僕ね、無言でやったら上手い説あるからね。マリメ配信やってる人ってマジで無言でやったら相当上手いと思うんだよね。まあ、僕を入れてですけど。待って、まささっきと同じじゃんか。大河ですよ。すいません、もうちゃんとやろうかなと思います。このコースクリア率 0.6% 台だったよね。そんな難しいコースを意味わからない喋りをしたままクリアしてやろうっていう僕が甘いんですよ。結構難しいからね、このコース本当に。だから集中するときは集中する、黙るときは黙る。今後そういう実況のやり方でいこうかなと考えております。さあ、難関の場所にやってまいりました。ここなんだよな。ここ、待って、ジャンプしたらいけない。そしてピン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 、来たんじゃない、これは。頼む、間にちゃんと入って、間に、いや。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。